はい、ここでチャンスを潰すとガラッと変わるんですね、日本シリーズの場合は。ですからヤクルトだとここで取っておかないとちょっとまずいんじゃないですかね。昨日はホームランを打った時に古田選手は指一本出しましたね。あれはどういう意味だったんですか、ね、どういう意味だったんですか、ね、日本シリーズ第1号か。やっぱり選手はね、日本シリーズでホームラン打つと嬉しいですよ。そうでしょうね、お客さんもいいしね、記録に残りますからね。昨日は猛打賞、第3打席にホームラン、三塁ゴロ、石毛ランナー牽制、ツーアウトになります。飯田はそのまま。珍しいですね、古田早打ちするのは。そうですね、今日の過去はね、フェナンドレース中東もね、はい、いい方です。あ、いい方の今日過去、コントロールといいね、ストレートといい、スライダーといい、全ての球種がいいですね。143キロも出ました。あのストライクゾーンがね、森さん低いでしょ、はい、そうですね、長打が出ないんですよ。スコアブックを切り替えればヒットはなんと1本、1回先頭打者の飯田の内野安打だけ。ノーアウトのランナーはその1回の攻撃だけです。ヤクルトランナーはあとフォアボールが2つ。一塁間、ホームランを打っている清原が、あ、動きがいいですね。スリーアウトです。6回上位打線、飯田三振、新井センターフライ、古田ファーストゴロ。6回終わりまして2対